どうも、こんにちは。ゲケンチャンネルです。はい、今回も、グーシムセラーさんのね、新年度開幕直前スマホ市の情報をちょっと、お話ししたいと思います。もうね、3月28日までなので、もうあと2日ぐらいしかないので、もうあと最後の追い込みですね。はい。で、まあ、いろいろね、たまにですね、僕も動画出してますけど、たまに、稀に、品切れの品が、P20 ライトとかね、品切れの品がね、一瞬だけ、10分とか、一瞬だけね、在庫復活する時があるらしいんですよ。でも、それも本当に稀にらしいので、僕は何とも言えないんですけど、まあ、もし、狙ってる機種があったら、まあ、こまめに、チェックされるのも良いかなと思います。で、まあ、それもね、もう確率がほとんどね、まあ、あるようなないような感じなので、まあ、僕今もう一度見てきますね。今残ってる機種の中で、まあ、いいのないかなっていうのでね、まあ、今残ってる機種、アクオス R2 コンパクト、ちょっとお高いですね。5万5800円。それからノバライト3もありますよ。ただ当初のお値段からちょっと、お値段ちょっと高くなっちゃったので、そこで、ちょっと、お買い得感はなくなりましたけど、一応まだあります。それからですね、まあ、他にもあるんですけど、アクオスセンス2か、これのスペックは、これ安いんですけどね、スナップドラゴン405で、ラム3ギガ、ロム32ギガか。で、バッテリー容量はちょっと少なくて、液晶はいいですね。フル HD プラスのイグゾー液晶。これはまあ、まだいい方ですね。それからですね、まあ、これも悪くはない機種ですね。これも悪くはない機種ですよ。アクオス。これも悪くないかなと思います。はい。これよく見てください。5800円だけど、5000円オフにすると800円で 買えるような気がしますんで、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとやってみますね。10、前出てるけど、注文のとこまで行けなかったっていうコメントがあったので、一応行けるかどうか確認だけしてみますね。端末価格5800円で、まあ、初期費用3000円も足して8800円なんですけど、この OCN 電話かけ放題のこの安心モバイルパックも全部入れると、5800円が800円になりますんでね。で、これが、まあ、ブラックでいいか。ちょっと、イエローがちょっと、もう頼めませんけど、それから、10分かけ放題、110メガ、で、行きますと、これで行きますと、端末5800円、初期費用3000円で、割引適用で5000円マイナスなので、まあ、端末代は800円になりますね。そして、あとこの、月額の方はこれだけかかって、で、合計で、端末費用800円と初期手数料3000円の3800円で、月々は3090円なんですけど、まあ、1ヶ月目にね、解約もできますんで、これが1280円まで落ちますんで、まあ、月額費用を最低利用月半年使うと、まあ、大体、この初期のものをつけて9000円ぐらいかかるかな。半年で。で、これ足すと1万3000円ぐらいですか。あとここにね、もう1個、ここに、この SIM カード手配料394円っていうのもかかります。はい。で、これも含めると、でも1万2、3000円で買えますね。
はい、というものがあります。はい、じゃあこれ一つ戻ります。はい、それから、全フォンライブっていうのもあるんですけど、480円のね、これもいいんですけど、ちょっと僕これなんでおすすめしなかったかっていうのは、今もね、あんまおすすめしないんだけど、まあ、スナップドラゴン430はさっきのと一緒かなと思います。なんだけど、一応、RAM の搭載容量が2ギガで、あと、その、液晶も、このフル HD じゃなくてね、HD プラスなんですよ。あ、これがちょっとね、まあ、これでも綺麗は綺麗なんだけど、今時のスマホはもうフル HD が当たり前なので、ちょっと落ちるかなということでね、まあ、安いは安いんだけど、あんまりおすすめしませんということにしておきます。でも十分使えますからね。十分使えますからね。はい。それから、あとは、僕買わなかったですけど、僕買わなかったっていうのは、ちょっと2月にノバライト3を買って、楽天モバイルスーパーホダイでね。で、3月に、こちらの方で P20 ライト買って、ね、立て続けに買っちゃったから、もうこれ以上は無理だと思って買わなかったんですけど、ここにあるノバ3、ファーウェイノバ3もものすごくおすすめなので、僕以前動画でね、1回もしくは2回ほど、これおすすめですよっていうので、ここ、これ、おすすめの動画出しましたんで、リンクも貼っておきますけど、もう一度おすすめしておきますね。なんでかっていうと、まあ、ノバ3、ノバライト3の、上位機種ですよね。いろいろなスペックが上がってるんですけども、まあ、スペック表もちょっと見てみましょうか。このスペック表だけだとわからないんですけど、まあ、RAM が4ギガ、ROM 128ギガ、ここだけでもまず全然違う。その前に、ファーウェイキリン970っていうね、結構いい、ベンチマークスコア出る。ちょっと、まあ、要は、P20 ライトとかノバライト3のついてる、CPU とは全然性能が違うね。まあ、CPU がついてると。で、液晶の質はまあそんな変わんないとは思うんですけど、これがですね、アウトカメラとインカメラ、両方とも二眼カメラというね、ちょっと、変わった仕様のカメラでね、もう全然違いますね。やっぱり中位機種と上位機種で、下位機種では全然違います。で、そうだね。価格コムでも、よいしょ、ちょっと待ってください。価格コムでもちょっと見てみますけど、まあ、ノバ3、ちょっと見てみますよね。今価格コムだと、6位ですね。で、まあ、だいぶお値段もちょっと下がってきて、4万2000円ぐらいにはなっちゃったんですけど、この4万2000円のものがですね、これが、もう一度確認しますよ。端末価格1万7000円。ちょっと申し込むでちょっと見てみましょうか。端末価格、ちゃんとこれ、頼めるかどうかもう一度確認しますんで、端末価格1万7800円でしょ。で、ここで OCN 電話かけ放題オプションと安心モバイルパック申し込みしますよね。で、ああ、もうパープルしかないんですよ。もうちょっとで売り切れですよね。で、まあ電話かけ放題頼みますね。で、最低限のところに行って、で、それでこう申し込みします。そうすると、本体代金が、まあ、さっきあれ4万2000円ぐらいでしたっけ ?4 万3000円ぐらいでしたっけのところが1万7800円。で、初期手数料3000円。で、まあ、割引適用でね、マイナス5000円いくので、まあ、本体が1万2800円プラス、初期手数料3000円って感じで、まあ、
初期費用15,800円プラス、SIM カード手配料が394円ねかかる。まあ、大体16,000円ちょい。プラスの毎月のお支払いが、まあ、初月3090円だけど、まあ、ちょっと解約しまして、6ヶ月縛りでそれを解約すると大体8000、9000円ぐらいかかるので、どれぐらい全部で16000と9000、あ、25000ぐらいで一応買えますよ。25000ぐらい。消費税もかかるからやっぱ26000か27000ぐらいね。で、買えます。あ、ちょっと待ってね。26000か27000ぐらいで、買えまして、それで終わりじゃないんですよ。それで終わりじゃないんですよ。それで終わりじゃないのよね。ここ42000円で、27000円で買えるだけでも、半年間SIM使用できて、なおかつ、ここの金額よりも、まだお安いね。15000円ぐらいお安いのに、それだけじゃなくて、ちょっとお待ちください。どこ行った？これか。この、ファーウェイの、お客様感謝祭。これ。ファーウェイの、よいしょ。お客様感謝祭がありまして。で、これね、多分ですけど、僕、まだ完全に確認まではしてないんだけど、これのね、まあ、SIM フリーのものですけど、このキャンペーン概要です。募集要項を見ますと、購入対象期間が3月31日なので、要はですね、3月31日までに購入された方が、対象になる方だと思うんですよ。これ応募資格書いてありますけれど、購入対象期間中に対象商品をご購入し、で、ご応募いただいた方。で、ご応募いただく、ご応募、応募期間は、これまた別に設けてあって、4月10日までというふうになってます。なんで、まあ、今からね、例えば申し込みして、グーシムセラーで申し込みして、まあ、4月10日までに届かないとこれダメなんですけど、で、そこで、ここに前もありましたけど、ノバスリーがあるんですよ。しかもここ、ノバスリー、商品券5000円分なんですよ。なので、さっき僕27,000円って言ったじゃないですか。税込みで大体27,000円ちょいぐらいかな。だと思うんですけど、からの商品券5000円バックで、実質22,000円ぐらいで、ノバスリー買えちゃうんですよね。で、それで考えると、ここの42,000円から比べると、かなりお得じゃないですか。で、本当にね、このノバスリーは、僕はですね、もう少しお得な、ハイコスパの、製品好きなんですけど、これも結構ね、ある意味コスパ高い製品なんですよ。一応このね、4つのレンズ搭載、24メガのピクセルの AI カメラ。で、AI カメラがね、これがインカメラもアウトカメラもだっけな。で、AI セルフィー、インカメラも AI。あとは、なんかこの変わったものあったり、まあ、HDR プロっていうね、インカメラですも、もう HDR。で、逆光に強いって書いてあるね。逆光環境でも顔も背景も細かい部分まで美しい。で、確か、F 値も確か明るかったはず。そんな感じかな。フラッグシップ性能って書いてありますね。この AI 機能をはっきりした目に設計されたこのファーウェイのキリン970っていうのは、一応フラッグシップの性能に、フラッグシップじゃないんだけど、フラッグシップ性能に近いところまで行くはずで、今970じゃなくて980が出てるからね。そんなところですかね。はい。
ということで、今回はよし、これでまあノバ3、うん、いいんじゃないっていう、うん、そういうようなところでね、あ、これか、うん、ノバ3いいじゃないと、うん、と僕がちょっと思いました。うん、ノバ3ならね、まだ普通に買えますんで、青だけだけどね、青だけだけど、うん、ノバ3はまだ買えますんで、うん、これはいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、というかで、ね、今回の、イケケンのお得情報は以上です。まあ28日までね、あともうちょっとなので、皆さん、まあ、お得にスマホをゲットしてね、4月から、うん、楽しい生活を迎えてみませんかということで、この動画参考に、ね、なりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、イケケンでした。ではまた。